こんにちは、有給休暇。こんにちは。こんにちは。では、今日の格言見ていきましょう。本日はこちらです。朝礼母会を良しとせよ。どういう意味ですか、朝礼母会って。まあ、一度言ったことをコロコロ。コロコロ。コロコロ変わっちゃう。朝言ったことを。朝言ったこと、夕方に変わっちゃうね。うん、よくありますよね。うん、なんでこんなことを言うんですか？その時々で方向性が変わるから。方向性変わってない。もっといいアイデア思いついちゃったのに。ね、はい、ね、そしたら前のアイデアをさ、うん、キープする必要ないじゃん。もっといいアイデア思いついちゃったり、うん、経営環境ってね、うん、コロコロ変わってるから。ここね、重要なのが、経営者ね、武士に二言はないなんてね。こんなことを思わない方がいい。意思決定っていうのは、こういう形で、意思決定をこう表面的にこうね、言ってることってこう起きるんですけど、その下にあるのは、思考の、連続性なんです。連続性。思考っていうのは、経営者の思考っていうのはずっと考えてる。で、この中でもっといいアイデアが浮かんじゃったって言ったら、これ否定してこっちにしようかな。で、経営環境が変わったって言ったら、あ、やっぱりこれじゃ、B 案じゃなくて C 案を取っちゃおうとか。あ、なるだけ。でも、根っこにあるのは思考が連続してるわけなんです。でも、我々、従業員の立場からすると、表面的に現れた、A って言ってたのに B になり、B って言ってたのが C になる。どんどん経営者って変わっていくじゃんってなるわけです。だから何を言ったかではなく、その背景に何を考えてるのか、ここのところをフォーカスしていかないと、経営者の言ってることに振り回されちゃうんです。経営者は一体何を今考えてる。で、ここの考えてるものっていうのは連続的だから、ここって大半の経営者はブレてないんです。言うことが変わるだろう。言うことは、それは、あ、こっちの A よりも B の方がもっといいアイデアだ。だったら A 否定するのは当たり前。今の経営環境で C っていう状態にしないと B の状態を貫いてから会社が悪くなっちゃう。だったらすぐに C に変えていこうと思うのは当たり前なんです。でも思ってる根っこにあるここを見抜いていかないと従業員は常に経営者に振り回される。そしてうちの会社の社長っていうのはもうすぐ言うことがコロコロ変わる。変わるのは当たり前です。考えてるからです。ずっと。考えてる人間は変わるんだよ。